ジョン・ホワイト・ハーストジョン・ホワイト・ハーストは時計職人かつ科学者であり初期の地質学に多大な貢献を行った彼はイングランドのチェシャー出身で王立教会に所属しまたルナーソサイティの主要メンバーの一人だったホワイト・ハーストは同名の時計職人の息子としてチェシャーのコングルトンに生まれた正規の教育をわずかに受けた後息子のホワイト・ハーストは父から 時計職人の技術を教わり、また父は息子の知識欲を励ました。息子は21歳の時にダブリンを訪れ、それまで話として聞いていた時計の興味深い製作工程を学んだ。1722年、息子は水土ポンプの前身とも言える水力式の振動エンジンを開発した。百三十六年、息子のホワイトハーストはダービーで独立して、 事業を始め、彼ならではの工夫に富んだ機械製品をいくつも製作することで重要な仕事を引き受けるようになった。中でも彼は市役所の時計台を手掛け、それによって1737年9月6日に市の代議士に選出された。彼はまた温度計、気圧計、その他の自然科学に関する機器を製作し、また水道施設の工夫にも関心を寄せていた。 機械学、空気力学、水力学の技術が必要とされるときには、ダービーシャーや近隣の州からあらゆる事業について彼に相談が持ちかけられた。1774年、彼はロンドンの王立造兵局に職を得た。1775年、金貨の統制を改善させるための法案が成立すると、 ホワイトハースト自身は特に実践活動はしていなかったのだが、ニューカッスル校の推薦により、貨幣重量の国員担当者になった。ホワイトハーストは、ロンドンに移った後、終生そこで科学の研究を続け、フリートストリートのコルトコートの自宅で著名な科学者たちの訪問を受けた。1778年、ホワイトハーストは、地質学的な地層に関する学説を、 地球の原初状態と形成に関する研究という本で発表した。彼がダービーにいた頃から書き始められていたという、この著作の大元の意図とは、地下に眠る有用な鉱物をより良いに発見できるようにするというものだった。彼は自分の研究にあまりに根を詰めたため、健康を損ないがちだった。1779年5月13日、ホワイトハーストは、 王立協会の会員に選ばれた。1783年には、ジャイアンツ・コーズウェイ及び北アイルランドに残る火山の調査に派遣され、その時の記録は前景書の第2版に盛り込まれた。1784年頃には、セートマス病院のため換気システムを考案している。1787年には、時間測定によって、長さ、溶石、 重量を誤差なく測る試みという本をロンドンで出版した。ホワイトハーストは重量の差を計測することで地球の形状を求めたいと考え、様々な場所で重い振り子の挙動を調べた。すなわち振り子の長さ、振動の速さ、先端が触れる距離を測った。そしてそれらを地球が球状だと仮定して計算した場合の理論値と比較した。まず、 ロンドンの井戸において1秒間隔で触れる、振り子の長さを39.2インチとすると、1分間に42回触れる、振り子の長さは80インチ、その倍の速度で触れる長さは20インチと計算でき、その差はちょうど60インチである。しかし実験の結果、振動間隔が1秒の振り子の長さは39.125インチであり、 前述の長さの差は59.892インチしかないことを彼は突き止めた。振り子の実際の長さ、重い物体が所定時間内に落下する距離、その他重力と地球の実際の形状に関する事項の推定に役立つデータを彼は大まかにではあるが集めた。1745年1月9日、彼はダービージャーのトラスリーとダルベリーで、 教区牧師をしていたジョージ・グレットンの娘、エリザベス・グレットンと結婚した。1788年、フリートストリートのボルトコートにあった自宅で、ホワイトハーストは母子、グレーズ・イン・ロードの聖アンドル墓地で妻の隣に葬られた。夫妻は子供を残さなかった。ホワイトハーストは、ジョセフ・ライトの絵が、太陽経義の講義で描かれている哲学者のモデルであると示唆されている。 ありがとうございます。